それでは自律神経の作り見てみます。こちらまず自律神経の作りを見る前に人の神経系の分類ちょっと見てみましょう。この神経系の系の字はシステムって意味だね。人の神経のシステムって意味です。人の神経系大きく2つに分けられて、命令を出す側の中枢神経系で、命令を受ける側の末梢神経系に分けられます。中枢神経系は脳と脊髄のことです。脳って一口に言っても上の方から大脳、肝脳、中脳、小脳、延髄っていう領域があります。学校って言ってもいろんな教室があるように、一口に脳と言っても大脳、肝脳、中脳、小脳、延髄っていう領域があります。で、末梢神経系には体性神経系と自律神経系が含まれます。体性神経系は運動神経や感覚神経から構成されます。運動神経ってのは遠心性の神経、感覚神経は嗅神性の神経です。遠心性、嗅神性っていうのは、まあ、中枢神経系を心に見立てて、まあ、本当は中枢神経系を心って言っちゃいけないけど、まあ、中枢神経系を心に見立てて骨格筋に命令を伝えるのが運動神経、動けよって。で、目とか耳とかにある細胞から中枢神経に情報を伝えるのが感覚神経。こんな風に情報が、ね、心から遠ざかっていく遠心性、情報が心を求めるように心に向かっていく嗅神性っていう風に神経は分類することができます。骨格筋に情報を伝える運動神経ね。で、自律神経系、遠心性の神経、交感神経と副交感神経があります。まあ、嗅神性のこのね、内臓嗅神性繊維って、まあ、これ高校生知らなくていいけど、まあ、これ自律神経に含めない場合もあります。で、交感神経は全身の状態を闘争状態、ね、バトル状態、ね、戦うか逃げるかって感じで、副交感神経は全身の状態を休息状態に変えます、ね、リラックス状態に変えます。自律神経系の中枢は肝脳視床下部です。肝脳にある視床下部っていう場所です。学校の1年1組の教卓の前みたいに、脳の肝脳の視床下部って意味です。まあ、もちろんね、自律神経系の中枢、これも肝脳視床下部が自分だけ一人だけでこう独断でいろんな命令を出し続けてるわけじゃなくて、いろんなところから情報を集めていろんなところに情報を流してるんで、実際は最高中枢、一番偉いニューロンは誰ですか、一番偉い神経細胞は誰ですかっていうのはなかなか厳密には決めがたいんだけど、まあ、入試では自律神経系の中枢どこですか、最高中枢どこですかって聞かれたら肝脳視床下部って答える。いいかな。ではこれがね、神経系の分類。ではちょっとこう、自律神経の作り見てみましょう。これが脳で、この脳の下に脊髄が伸びてるって感じで、この丸フってのが副交感神経のニューロン、ニューロンと神経細胞イコールね。で、丸子ってのが交感神経のニューロンで、見れば分かるように中脳とか延髄とか脊髄とかから副交感神経は伸びてるのに対して、交感神経は脊髄、もちろんね、これ1本しか描いてない、本当はいっぱい出てるけど、交感神経は脊髄からのみ出てる、ね、これたまに問われますんで気をつけましょう。で、こんな風にちょっと模式的に神経細胞を描いちゃったけど、実際は大体こんな形してる。核がある細胞体からひょろーっと長い神経繊維っていうものが出てて、で、別な神経細胞に情報を伝えることができる。この別な神経細胞に情報を伝えることを伝達って言います。伝達で、これ見てもらえば、これ見てもらうとなんかさ、ごちゃごちゃしてる。何ごちゃごちゃしてるかって言ったら、それぞれなんか2本あるね。それぞれ1本2本ね、前と後ろがあるね。前と後ろ、前のやつ後ろのやつ、前のやつ後ろのやつって風に2本ずつある。これって自律神経の面白い特徴で、例えば運動神経とかだったら、運動神経だったら中枢から直通1本ポン、中枢から骨格筋に1本しか関わらない普通は。だけど自律神経ってこんな風に前と後ろ2本で関わる。で、この間にまるでリレーのバトン渡しみたいに伝達っていう現象が起きてる。この前の細胞が後の細胞にファーッと胡椒を吹きかけるみたいに化学物質を分泌する。この物質のことを神経細胞が伝達に使う物質って意味で、神経伝達物質という、神経細胞が伝達に使う物質って意味で、交感神経の末端から出る神経伝達物質をノルアドレナリン、
副交感神経の末端から出る神経伝達物質をアセチルコリンって言います。ちょっとマニアックな話すると、副交感神経も交感神経もこの前の方の神経細胞が出す神経伝達物質はどっちもアセチルコリンなんだけど、これちょっとマニアックで、こんな風に自律神経は前と後ろの細胞がいる。で、ここでバトンの受け渡しが起きる。このバトンの受け渡しが起きる場所は神経節っていう場所です。神経節、こういうところ、神経節で、神経節の前のニューロン、これを節前ニューロン、神経節の後の方のニューロン、これを節後ニューロンって言います。さっきも言ったけど、ニューロンっていうのは神経細胞っていう意味ね。でさ、最後にこれパッと見てほしいけど、この神経節の場所が交感神経は中枢にちょっと近いで、副交感神経の神経節ってちょっと中枢から遠いよね。遠い遠い、近い遠いね。交感神経が、交感神経の神経節がなぜ中枢に近いか、これちょっと面白い説があって、教科書や使用集には書かれていないことが多いけど、これって1対1とは限らないんですよ。これどういう意味かっていうと、一つの神経細胞のみに情報を伝えるとは限らない。これバトン3本持って走って3人の走者に3本のバトンを渡すみたいに、1本のニューロンが複数のニューロンに情報を送るってことが可能なんです。こんなことが神経節で起きてる。すると何ができるかっていうと、神経節で一体他、ね、あの1本の神経細胞が複数の神経細胞に情報を伝えることが可能になると、何が可能になるかっていうと、こっから情報が発散するんで神経節で複数の神経細胞に情報が発散していくんで、いろんな機関に同時に影響を与えることができる。この交感神経って、これ闘争状態、戦うか逃げるかって、これもう命に直結する。だから例えば心臓ドキドキ、呼吸を活発にってのを同時にやりたい。だから神経節を前に持ってきて、はい、情報を発散させていろんなところを同時に変えているかもしれないっていうふうに言われています。まあ、いろんな意見があるんだけど、まあ、例えばね、ちょっとこんな風な、面白い説を紹介しておきます、ね、こんな風にね、自律神経の作りちょっと面白いから、ちょっと一緒にまたね、確認して見ましたね。また資料集とか見て復習してみてください。自律神経の作りでした。